日中の広島第一劇場広島第一劇場は広島県広島市中区屋原堀九9-2に所在したストリップ劇場である2021年5月20日に営業を終了した2021年6月1日より劇場は取り壊される予定1975年8月1日に開館した広島第一劇場の営業開始当時は全国に 約200件のストリップ劇場があり、1985年頃には広島県内にストリップ劇場は4件あったが、2021年4月現在、中国地方では第一劇場のみとなった。2017年1月31日に一般は閉館したが、同年4月1日より2018年2月20日までの期間限定で営業を再開した。その後、 2018年5月31日まで、2018年8月31日までと、期間を変更している。これは、地権者の土地利用計画の進行状況に伴い、劇場に対し新たな借地契約が順次提案され、少しでも長く営業を継続できるよう受諾したため、と告知している。2020年時点で、中国地方唯一のストリップ劇場であった。また、 第一劇場グループの6巻の中で最後まで営業を続けていた劇場である。劇場の表看板には、舞姫名前という形で、当該集の出演者の名前がキャッチフレーズと共に掲示されている。このキャッチフレーズは他の劇場で見たり聞いたりしない、広島第一劇場独自のものである。ストリップ劇場としては珍しく、女性トイレが男性トイレと分けて設置されている。 座席はすべて本部隊へ向いた全57席。本部隊は幅、奥行きとも広く、天井は高く、国内最大クラスで大きな演技を行うのに支障のない作りとなっている。ホール中央の全本と本部隊の間には全本と同サイズの中本があり、双方とも回転が可能。一時、全本の駆動機構が故障し、回転しなくなった際、 社長が修理業者を探し回ったが見つからず、最終的に自動車修理業者が中本の部品を使用して修理した。また、全本と中本の紙で、下手には一段低い半円の回転しない本がある、独特なものである。ありがとうございます。